はい、それではアナウンス入りましたので準決勝まもなく開始となります。まずは竹内選手、山をセットしてターンエンド、平田選手は1ターン目から動いてくる。ボーマトル休止、おー、いいですね。これが除去されることなく貯金を始めました。全環境から掛けアグロでおなじみの光景です。そして竹内選手、これに対してジュースリの剣羅で迎え撃っていきます。まあやはり剣羅、まあダメージ的には大きいんですけど、ボーマットのカードの積み重ねの方がはるかに意味が大きいということで、早速ブロッカーに。平田選手、ここで昇降、策迫を打とうとしているように見えますが、まあ、クリーチャーも追加できるのでこのターンの展開にとどめるか、うん、ここでインベンターズアプレンティスですね。発明者の見習い。アーティファクトをコントロールしているとプラス1プラス1の1、2と現在2、3。ここでホームソンシーズンを出してきましたね。そしてここも動かず竹内選手ターンエンド。さあ平田選手は先ほど錯覚を我慢してたのが、宝物の地図にも打てるようになりましたね。ここで詰め者見習いが通ってダメージ2点、まあ、この流れであれば、竹内選手が1回起動して解決した後に打つなり、さらに温存しておくなり、さあ2度目の機能なんですけど、ここは、OK して、まあ、多分ターン終了時に破壊しそうですね。ドロマに戦術を行って、これをそのまま手札に加えましたが、おそらく焼けつく相用ですかね。3マナで全体に3点か、策迫か、うん、平田選手、ここに策迫を打つかどうかとところですが、まあ、打っても良さそうですけどね。我慢しましたね。変身するとかなりのアドバンテージを提供してくれるので、まずは2点アタックです。これは剣羅でブロックしにかかる。これはじゃあ策悪ですね。今引いたカードがこれでボーマットを殺すと見習いのサイズが縮むので、うん、もっとここでチャンドラをプレイしていきます。そしてマナを出してこれを錯覚で破壊と、うん、なるほど。先ほど木間さんがおっしゃっていたこれでタフネスが下がることにより除かれると。さあ先ほどまではアーティファクトがあったので 2-3 だったんですけど、剣羅でブロックしている状態、2点食らっている状態でアーティファクトがなくなって 1-2 に戻ってしまったので、見事に両方一気に対処することができたと。さあただ竹内選手、黒さえあれば対処できそうなんですが、黒マナがないプラスちょっと土地が3枚で止まってしまっているような感じですが、さあ鎖なし新戦力ですね。これ僕本体に入るって知らなかったです、うん、そんなにそこまでと。さあそしてキランの新囲碁、これもいいカードですね。除去できる方法がかなり限られているので、うん、そしてチャンドラのカウンターが6と、現状竹内選手がほぼ対処できなそうな状態ですが、ここには錯覚キランの信号に飛んできます。また黒マナさえ引ければ手札はかなり強いので、うん、がここで寝縛りの岩山、黒ではないラスカの侮辱を打ちたいところなんですが、さあそして出てきましたね、まず鉄条のタカリア。この全環境から赤黒赤系のアグロでは活躍する1枚と、うん、キラン、そうですね、タップ状態にならないっていうのも今かなり意味を持ってるので、うん、あっとまたも寝縛りの岩山、黒
黒マナが引けない竹内選手。そしてこれは奥義に行ってしまうチャンドラ。または7、うん、ちょっとね手札に今のところキャストできるスペルが、あ、ピアなら引いてますね、うん、さあここで、さあここで投了。チャンドラの奥義は呪文を唱えるたびに対象に5点という、ちょっとねものすごい起動されて勝ってると1人しか見たことないですな。それでも1人だけ見たことありますけど1回だけですね本当に。準決勝1本目はまずは平田選手が勝利となりました。竹内選手も本当に黒マナさえあれば何でも対処できそうな強力な手札だったんですけど、黒黒がそれを得られずと、ね、お互いサイドボードですが竹内、基本方針、そうですね、竹内選手の方が裁く方なので、渇望の時とか、帰化ですかね、帰化も、キラの信号を見たし少しは入れてもおかしくないと思いますが、今のところ1枚も入れてないですかね。さあ対する平田選手としては、まあ除去根は色は違えどいろんな形のデッキを想定していると思うので、比較的スムーズにサイドボードをインアウトできるんじゃないかなと思います。少し前からこういった赤黒アグロ系のサイドにもアルゲールの団結ですか、あのカードが採用されるようになって、これは僕としてはかなり好きなカードですね。今回もお互い入ってますよね。そうですね、ただあの竹内先生ちょっと入れづらいというか、まあ、基本的には、入れるのが難しいと思うんですけど、対する赤黒アグロ系はもう対戦相手が攻めてこないと分かったら毎回サイドインできるカードなので、それでいて効果も大きい、まあ、やはり秀逸なのが変身した後いろんな状況からタカリアを守れたり、追放状況からタカリアを守れたり、フェニックスを追放状況から守ったりもできるので、そういった使い方もかなり強いですね。さあこれアルゲールの段階ちょっと出せますかね、カドラゾーするかな。ちょっと出なそうかな。単純に最低でも9枚引けるのかな、まあ、消耗戦を繰り返した後に片方だけ息切れがなくなるので、本当にライフの心配がないマッチアップだったら全てのマッチでサイドインできる可能性があるカードですね。コントロール対決ではもう昔から当たり前のように使われているカードなんですけど、最近になってそのビートダウンのサイドボードでも使われ始めたというのが、選手の先行再びとですね。はい、準決勝2本目がスタートします。子供のマナトラブルに苦しめられた竹内選手、今回はどうか。また今回は黒マナが1個もないように見えましたね。そうそうな感じですよね。これは竹内選手、まあ、リガンしていきます。竹内選手決して黒マナが少ないとかではないですか、十分入ってるんですけど、たまたま先ほどに引き続き、そうですね、さあ対する平田選手は7枚をキープしたようです。
度も土地が1枚しかも黒物なしと。これもマリガンして竹内選手ダブルマリガン。これは厳しい立ち上がりに厳しいですね。そうですね、まあ、ただ昨今のデッキは強いんで僕はダブルマリガンぐらいだとまだ全然、なるほど。昔は結構ダブルマリガンするとほとんど勝ちだなと思ってたんですけども、最近はそんなことは思わなくなりましたね。さあこれはキープしてセンサー上さあ今度は赤黒ランドからスタートできています。する平田選手はイフニルの7からスタートしていきますね。脅迫を打つか悩んでいるのかな、出てきます。さあ公開された手札は受け付く創業、そしてコバリスタ、まあ、そうですね、戦術が上だったのも含めてダブルマリガンなんでいつ打つかを悩んでたようですが、まあ、それかもしかするとボーマットもあるかもしれないですね、竹内選手、先日で上に置いたのはフェニックス、最年のフェニックスだったようですが、ここでクセッションとカリアを展開して平田選手、竹内選手の手札にはホコーバリス、そして最年するフェニックスが控えていますね。包囲攻撃の司令官もあるので、土地を引くといい感じですね。そうですね。さあそして助教を引きましたが、ここで吹き回帰ですかね。平田選手も一旦遅れてなんですが3枚目の土地を引き込んで、収集点引けるか竹内選手。ノー。引いた。さあ再燃するフェニックスが場に登場しました。うわ。大最悪。このカードも最近かなり再評価されてきたカードですね。追放をクリーチャーを追放するって効果が強いことに加えて決して無駄にならない。もう一つの能力も評価されている。フェニックスが再度2枚目、ただ平瀬選手も手札強いですね。手札にはさらに除去が2枚控えているので、なるほど。ここで再燃するフェニックスは睨み合う展開になっています。平瀬選手の場には一応収集艇があると。さあ竹内選手もずっとバリスタを温存しておく丁寧なプレーだったんですけど、ここで X2 でキャストしてきましたね。まあ、こうしておくと、平田選手のフェニックスを殺した時にトークンを打ち殺せるので、次の誕生教授門さえキャストできればフェニックスを完全に除去してしまえると、さか平田選手栄光をもたらすものが今ちらっと見えましたが、ここはまずはバリスタに錯覚を打っていく、まあ、こうすることでフェニックスが今のところ、竹内選手は対処できないだろうと、竹内選手の手札にもしかし栄光をもたらすものが見えたような。栄光をもたらすもの、包囲攻撃の司令官、そして今引いたカード、土地ではなかったですね。分割だった感じですね。コッパ未人ですかね。回帰ので追放していくと。さあここで平田選手は栄光をもたらすものの力を最大限に生かすべく
ェニックスを撃ち殺して、これで、トークンが出てくるんですけど、そのトークンの栄光をもたらすもので撃ち殺してしまうなりしてしまえば、フェニックスも戻ってこないと。さあ登場してフェニックスをトークンを撃ち殺しながら、フェニックス4点あ失礼します、収集艇ですね。さあ竹内選手ここでようやく5枚目の土地を引き込んだんですが、間に合うか。平田選手今のリソースだと次のターンは4点しかないんですが、クリーチャーを追加するだけで収集点を来てしまいますし、その次のターンには栄光をもたらすものがまた再び能力を起動できてしまうので、ここはアタックせずにターン出していきます。まあ、最悪でも収集点の攻撃を受け止めようと。平田選手しかし最高の一枚を持っているように見えました。ピアなら見えましたね。これはさ戦力は十分、平田選手ここからどう詰めていくのか。フェニックスでアタックしてきます。残りライフを考えるとこれもちょっと非常に通しづらい。ブロックしていきます。竹内選手のライフ7で合ってますかね。もう少しありそうなのかな。7だとするとピアナラを出して、ピアナラではない、ピアナラっぽいですか。ピアナラで一応登場してトークンでアンブロッカブル、ブロックできなくするっていう能力を使うと一応ぴったり7点に見えましたが、下の能力ですね、アーティファクト一つを生贄に捧げてっていうのを。おお、そして破滅の時、完璧なタイミングですね。これはすごい、さすがにたまらず全滅。平田選手のバー、さあリカバリーできるか。まずは大災厄から、これは司令官でしょうというところですが、おしかし最高の1枚、除去耐性あり、あるこれで3点。さあ一進一退の攻防、さああとはもう目の前の2枚さえなんとかできればという状態まで持ってきたんですが、ここで最も出したかった包囲攻撃の司令官、これを抜かれてしまったと。さあもう手札はバレているので、平田選手がクリーチャーを追加してしまうと収集艇に乗って2体でアタックでゲームが終わってしまうんですが、ミジンとあと1枚がちょっと新しく来た方ですが、侮辱ですかね。侮辱ですかね。あと生き残りますが、果たして送信なんとか首の皮1枚ました、ね、ただタカリアはやっぱりもう何度でも戻ってくるの で、ね、さあ帰ってくるタカリアなんとかできるか。脅迫をできますがゲームセット、これだと、竹内先生が除去インスタント呪文の除去を引いてたとしてもスタックでタカリアに打つしかなくて、そうするとタカリアでスタックで登場するとゲームが最後の、1点3点を絶対詰め切れると。竹内選手本当にダブルマリガンからかなりうまくリクそうですね盛り返したんですが、
い、というわけで環境維持戦フィーチャーマッチ準決勝は平田選手が決勝進出となりました。おめでとうございます。